こんにちは、こんばんは、いちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。もう7月3日、今日はですね、1年前の熱海の、土石流ですね、の、被害があって、ちょうど1年目になるんですけれども、実際ね、今ね、自然災害って7回ね、流れてったっていうことだったんですけど、自然災害だっていうところで初めは収まっていたんですが、実際にはよくない盛り土が外から持ってきた土が安易に積み重なってっていうところの盛り土が原因だったっていうふうに今は動いてて、それに関して、まあね、その事業者の代表の方はあまりコメントをされてないということでした。ね、本当に一瞬でね、多くの方のね、ことがね、被害に遭われて、で、ね、ちっちゃな孫とかのね、姿をね、見ることができない、ね、本当に悲しい状況になっちゃったわけなので、原因は何なのかっていうことと、やっぱり自然を、ね、人間の力で、力で変化させてしまうと、そういうところに蹄が、人間に向かって刃を向かしてくるところがあるんですよね。だからちゃんと自然っていうのに向き合って、ね、文明の進歩と伴って自然もちゃんと残すべきものは残していかないといけないっていうことですね。安易に何て言うかな、今なんとかパネルとかやってるんですけど、私の近くでも本当にそういうのが増えてて、だから基本的にはもう考えていかなければいけないんじゃないかなと思われます。安全第一でいきたいと思いますので、はい。